ツイッターの反応いくら、今季リーグ初のベンチ入りでゴールしたからって、スポンサーの看板を蹴ったらいけないでしょう。また、元ミトの木下洸介選手は以前、看板を蹴っており、2試合の出場停止と罰金を払っている。